こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は山陽電車別府駅の工事の様子をお届けします。こちら駅舎の北側なんですけども、駅舎自体はねほとんど変わっていないように見えるんですが、こちらの方をご覧ください。何やら築堤上にね工事が始まっているのがわかりますね。まあここは資材置き場として使われているんでしょうかね。何やらどんな工事が始まるんでしょうか。こちらは駅の南側になります。駅舎は変わっていませんが、こちらも工事車両が入っているのがわかりますね。それではホームに上がって様子を見てみることにしましょう。しかしこの別府駅もだいぶ古さを感じさせるような感じになってきていますね。ホームの上はどうなっているんでしょうか。こちらホームの様子自体は変わっていないようなんですけども、姫路方の方を見ますとどうですか。何やら築堤上にね鉄骨が刺さっていたり重機が入っているのがわかります。だからホームの延長工事でもするんでしょうかね。まあ、別府駅は普通車しか止まっていない駅なんですけども、利用人数がそれなりに多いことで知られています。まあ、もしかしたらホーム延長して直通特急でも止めるつもりなんでしょうかね。しかしこの駅まで直通特急が止まるということになると、直通特急の停車駅がねかなり多いなという気もしますね。こちらは神戸型の方のホームなんですけど、こんな感じのホームができるんですかね。それでは今回の動画は山陽電車別府駅で何やら工事が始まっているので、その様子をお届けしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。